皆さんこんばんは、ゆうくりすです。今回は JR 四国8600系特急電車の走行集第4弾を作りました。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。シュシュポポ。坂出駅21時41分発特急石槌102号高松行き、観音寺駅19時47分着特急潮風石槌23号松山行き、坂出駅21時40分着特急石槌102号高松行き、観音寺駅19時49分発特急潮風石槌23号松山行き、豊浜駅17時5分通過特急潮風24号岡山駅特急石槌24号高松行き、観音寺駅17時40分着特急潮風石槌19号松山行き、伊予土井駅14時ちょうど特急潮風石槌11号松山行き、国府駅9時38分通過特急石槌6号高松行き、伊予土井駅14時44分通過特急潮風20号岡山駅特急石槌20号高松行き、海岸寺駅13時26分通過特急潮風石槌11号松山行き、多度津駅11時21分発特急潮風石槌7号松山行き、高松駅特急石槌23号松山行き、多度津駅11時20分着特急潮風石槌7号松山駅、坂出駅17時3分着特急石槌19号多度津駅、坂出駅10時22分着特急石槌10号高松駅、坂出駅17時7分発特急石槌19号多度津駅、北部駅9時49分通過特急石槌5号多度津駅、坂出駅8時31分発特急石槌6号高松駅、宇多津駅13時9分着特急石槌11号多度津駅、坂出駅12時4分発特急石槌9号多度津駅、高松駅8時19分運用に着くために入線しました。坂出駅11時37分着特急石槌12号高松駅、高松駅11時53分着特急石槌12号高松駅、川野駅15時ちょうど特急潮風20号岡山駅特急石槌20号高松駅、高松駅10時47分発特急石槌7号松山駅、堀江駅9時13分通過特急潮風12号岡山駅特急石槌12号高松駅、川野駅14時59分着特急潮風20号岡山駅特急石槌20号高松駅、松山駅19時39分車両基地に戻ります。伊予氷見駅14時22分通過特急潮風20号岡山駅特急石槌20号高松駅、松山駅19時23分着特急潮風石槌19号松山駅、伊予氷見駅14時26分通過特急潮風石槌11号松山駅、新居浜駅10時27分発特急潮風12号岡山駅特急石槌12号高松駅、中萩駅12時12分通過特急潮風石槌7号松山駅、丸亀駅21時41分発特急石槌102号高松駅、関川駅14時4分通過特急潮風石槌11号松山駅、丸亀駅21時40分着特急石槌102号高松駅、秋浜駅14時41分通過特急潮風20号岡山駅特急石槌20号高松駅、坂出駅21時40分着特急石槌102号高松駅、川野駅19時59分着特急潮風石槌23号松山駅、川野駅14時59分発特急潮風20号岡山駅特急石槌20号高松駅、川野駅20時ちょうど発特急潮風石槌23号松山駅、伊
伊予三河駅11時54分通過、特急潮風石槌7号松山駅。多卒駅11時20分発着、特急潮風石槌7号松山駅。坂出駅21時43分発、特急石槌102号高松駅。松山駅19時26分、切り離し作業を行っています。発車前駅14時52分通過、特急潮風石槌11号松山駅。新居浜駅11時29分着、特急潮風12号岡山駅、特急石槌12号高松駅。発車前駅12時47分通過、特急潮風石槌7号松山駅。新居浜駅10時31分発、特急潮風12号岡山駅、特急石槌12号高松駅。発車浜駅14時2分通過、特急潮風20号岡山駅、特急石槌20号高松駅。観音寺駅17時41分発、特急潮風石槌19号松山駅。波方駅周辺16時2分通過、特急潮風24号岡山駅、特急石槌24号高松駅。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。